こんにちは、シーバードです。今回はエキゾチックの AC プラスをご紹介させていただきます。このペダルはすごくてですね、1台でマーシャルとフェンダーの音を楽しむことができます。こちらの A チャンネルの方がマーシャルを意識した音で、 B チャンネル、こっちの方がフェンダーを意識した音になっております。独立した別々のチャンネルになっているので、ここで分かれているような感じです。 A チャンネルの方はボリューム、ゲイン、トーン、そしてブーストのオンオフがあります。で、青の B チャンネルの方はボリューム、ゲイン、で3バンドの EQ がついていて、ここでコンプのハード、ソフトっていうのを決めれます。チャンネルがそれぞれに独立しているので、マーシャルでまずメインの音を作って、 B チャンネル、フェンダーの方でブーストをかけるというふうな使い方もありますし、逆にマーシャルほど歪まないフェンダーをメインにして A チャンネルの方でブーストをかける、それぞれ特徴のある A チャンネルと B チャンネルなので、どちらもメインにすることができて、どちらもブースターとして使用することができます。そしてここの真ん中のボタン、これでこのエフェクトの並び順を変更することが可能です。通常ですとマーシャルを通ってフェンダーの方に行くようになってるんですけれども、このボタンを押すことによってフェンダーが最初にあってマーシャルが後段につくという風な設定も可能です。僕の場合は結構歪んだ音がメインなので、この A チャンネル、マーシャルの方でメインの音を作りつつ、ここぞという時にこちらの B チャンネルの方でブーストかけていくという風な使い方をします。では早速音を鳴らしていきます。